ムちゃんが逃げちゃったから、モッピー、ハムちゃん逃げちゃったよ。ここに置いとったら帰ってくるかな。ハムちゃん逃げないで。よいしょ、モピちゃん、なんか面白い顔になってる。モピちゃん、モピちゃん、モピちゃん、モピちゃん顔が面白いことになってるよ。ハムちゃんが後ろ取ってくる。ハムちゃん、ああ、去ってた。もうモッピちゃんはわがままな子なんだから。あ、転がった。モッピちゃんちゃん、うん、どうしよう。モッピちゃん、ピロンピロン、はあ、ピッチャー、モピモピー、ウルリンちゃん、モピちゃん夜泣きで困ったにゃん。ね、モピちゃん、うん、くまった、モピちゃんくまった。よいしょ、アムちゃんはこう、アムちゃん、アムちゃん顔また荒れてるんだよね。何も見てないよ。なんか見てない。あなたの足？いや、もっと奥。あ、ゲームのコントローラーが気になるのかな。気になるの、ハムちゃん。パパがお掃除したゲームのコントローラーが気になる、ハム。え？え？
ママが動き出したからハムちゃんに期待して、どっか行った。また。来た。失礼。これ当たるのよね、私。ひっくり返ってスポン。ちょっちょちょしゃ。何これ。ちょしゃ。かわいいね、ちょしゃ。ちょしゃん。あ、そっか、触ってるから鳴かないんだっけ。ちょしゃん。でしょ、触ってるじゃ鳴かないんだよ。ちょちょ。ちょ。ちょ。ちょしゃん。中途半端に顔だけ出されてかわいそうに。ちょちょ。めっちゃ見た、そこに著者あるよ、著者。見える。どうした？この体勢腰が抜けて痛い。ちょ。ちょしゃん。ちょしゃんの反応がにゃ。出てった。あ、ちょしゃーん。は。仲良しかもしれない。仲良しじゃなかった。あれ、ちょしゃん出てきたの。出てきた。ママについてきた。すぐいい。ちょいしゃん、ママどこ行くと思う？ベランダだよ。ちょいしゃんたち見に行かんの？今日死にそうだね、外行ったら。風がない。マジで。秋らしい格好で今日出かけようかと思ってたのに。秋らしい格好で行ったら死ぬかな。風があれば。でも夕方になったら寒くなりそうな気もするよね。その中こう。わかんない。あ、かわいい、ハムちゃん。眩しい。うん。どうしたの？どうしたの、ハムちゃん。ハムちゃん。ここで撫でられるのありだなって思ったのかな。落ち着いたんだけど、ここで。よしよしよし。
外壁が見えちゃうから下から映せないんだよね。切ってから気づいたんだけど、実はいたマロちゃん、おはマロ、日向好きだね君。